宮崎牛、カルビ焼肉用。個体識別番号情報によると、埼都市生まれ新富町育ちである。宮崎牛とは、宮崎県内で生産肥育された黒毛和酒の和牛のうち、日本食肉格付け協会の格付けにおいて、肉質等級4等級以上の牛肉のことである。地域ブランドの一つであり、地域団体商標に登録済みである。 宮崎県の肉用牛生産地域宮崎県では、かねてから肉用牛の甲子牛の生産が盛んであり、2007年には甲子牛の出荷等数73,797頭のうち46.6%を宮崎県外に出荷している。メスの甲子牛の出荷先は1位が三重県、2位が東京都、3位が佐賀県であり、これらの地で銘柄牛肉の数種となっている。 1971年からは数値を宮崎県内でそのまま肥育して食肉処理までするシステム構築が開始され、1986年からは一定の基準を満たした牛肉を宮崎牛としてブランド化するようになった。2007年から全国和牛能力共振会において内閣総理大臣賞を3連覇しており、 国内でもブランド牛としての認知度が高まっている傾向がある。その一方で2010年日本における皇帝液の流行ではほぼ全県にわたって被害を受け、特に小湯軍では牛、豚に対する皇帝液ワクチン接種による全盗撮処分を行った。前年の2009年には高病原性鳥インフルエンザが流行したこともあり、宮崎牛ブランドだけでなく、 宮崎県の畜産業全体が壊滅的な状況に見舞われた。しかし、皇帝駅の正常化以降、初の全国和牛能力共振会で内閣総理大臣賞を連覇するなど順調な回復を見せていった。その後、2013年には国際線、ファーストクラスの機内食に宮崎牛が提供された。2018年2019年にはアメリカで、 行われたアカデミー賞の授賞式パーティーにおいて宮崎牛が2年連続で提供され、史上初となる個別の銘柄牛としてメニューに採用される栄養を受けた。2020年も採用され、3年連続で提供される。以下のすべての条件を満たした牛肉が宮崎牛と呼称される。ありがとうございます。